どちらまで行かれ。それでは。春日さんが投資してくれたおかげでさらに設備を増やすことができたっせ。本当にありがとうございます。これで作れるものの幅がさらにぐっと広がったっす。そいつはよかった。投資してもらったこのご恩は必ず仕事で返します。これからもよろしくお願いします。おう。どちらまで行く。それでは。
どちらまで行く？それでは。どちらまで行かれますか？そうですか。どちらまで行く？それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ストレス解消。容赦しねえぞ。こいつで。舐めないでくれ。よし、いざ。待ち構って。おっと。俺の番ね。とっておき。どうするかね。
慣れましたね。困りましたね。どうした？ここ最近で一番悩んだ顔してるぞ。孫妃から美味しいお土産を買ってくるよう頼まれたのですが、たこ焼きもお好み焼きも持って帰るのは難しいですから。適当なお菓子じゃダメなの？こういうところで手を抜くと孫妃の気分を損ねるんですよ。一度そうなると厄介なので一発で決めたいんですよね。あんたも苦労してるんだな。道理で白髪が増えるはずだよ。これは白髪ではなくシルバーアッシュといって。このなよし、行くぞ。やんのか。捕まっせ。よし、私の番ね。こっち見よう。よし、あれだよ。死ね。おいさ、見てろよ。返してみよう。俺の番か。やってやるぞ。行くぜ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
いいじゃん、最高やるぞ。よし、やめるか。ほら、強い。よしよし、俺の番ね。とっておき、なめんなよ。ぶっ飛ばしてやる。ぶっ飛ばしてやる。ぶっ飛ばしてやる。どうするかね。ほら、やっちゃう。ちゃったね。それでは、どちらまで行かれる？それでは、怖い話をしてもいいか。なんだよ急に。まあいいけど。昔コインランドリーで洗濯した服を乾燥機に入れたんだよ。残り5分って時に携帯が鳴ったんで外に出て話しててな。それで？だいたい10分ぐらいで切ってランドリーに戻ったら、なんと乾燥機の残り時間が30分になってて、まだ乾燥が続いてたんだよ。何それ怖っ。延長でもしたのか。してねえよ。乾燥機なんて延長しねえだろ。おかげで俺のお気に入りの T シャツが縮んでピッチピチよ。来たけど。来たのかよ。そっちの絵面の方が怖いわ。こじが張る。何か。頑張ってください。どちらまで行く。それでは、
誰が来るかと思ってたら春日君か。忙しいんじゃないの？飲んでる場合だっけ？余計なお世話だぜ、蝶。いつ飲もうが俺の勝手だろ。だいたいこの店は俺が先に常連だったんだ。あれ、そういう風に来る？それ言ったら偉人町じゃ春日君の方がずっと新参じゃん。確かに先輩風っていうのはどこで吹かせても恥ずかしいもんだね。わかったよ、そっちの勝ちだ。ふん。じゃあまあとにかく座りなよ。しかしなんだな、こうして飲んでるとお前が組織のボスだったとは見えねえよな。そりゃそうだよ、一皮むけば誰だって同じ。裸になっちゃえばそいつが権力者かどうか金持ちか貧乏かも分かりゃしないでしょ。確かに人間は見た目じゃないよな、肝心なのは中身だ。そういうこと。なんだ、話が早いね春日君。当然のことを言ったまでよ。つまり人の上に立つ人間を誰にするかってのはその中身を見て決めるべきなわけ。なのにボスの息子だから組織を継がせなきゃとか、まあ合理的な考え方とは言えないよね。人間生まれる場所は選べねえさ。けどどうしても嫌だっつって断る道はなかったのか。だいたい組織のボスなんて誰にでもできるもんじゃねえんだ。周りがお前をボスの器じゃないと見りゃ他の誰かが組織を継いだろうぜ。器かどうかは知らないけど、俺は昔いい子でさ、勉強もスポーツもやればすぐにできたわけ。ついでに言うと喧嘩も負けた記憶ないし、悪知恵もそこらの悪よりずっと回ってたね。なんだよ、めちゃくちゃ才能があったんじゃねえか。ないのはやる気だけだったよ。何してもそつなくできる器用貧乏の差がってわけ。くっ、嫌味な野郎だね。親父から代替わりするまでは中華街の方にも強敵がいて張り合いもあったんだけどさ、ところがそこのラウカーロンってボスが消えて結局偉人さんの三すくみだけが残った。中華街の組織っていうとジャカか。噂に聞いたことはあるぜ、ヤバい連中だったって。日本からとっくに撤退してったよ、残党だってほとんど残ってない。そのジャカがいなくなった頃にお前はハンピン・リューマンの総帥になったと。そうだね、だいたい10年前かな。正直言って面倒なだけだったよ。例の荻窪の偽札のこともその時に知らされた。他に偉人町の三すくみや霊戦が実は筋書きのある出来レースだったってこともね。なああれか。その事情を知ってたのはリューマンの中じゃ親父とその同世代の古参幹部だっけ。下の若いのは偉人町を全部手にしたいって言うけど、俺はそれを押さえつける側だよ。ふん。そうなると総帥は弱腰だって言われるわけ。面白い仕事じゃないでしょ、そう思わない？だいぶ素の顔が見えてきたじゃねえか、蝶。思ったより酒が入ってたみてえだな。もう組織を背負っているわけじゃないんだから、好きなだけ酔わせてもらう。悪いかよ。そんなことは言ってねえ、楽しい酒だって言ってんだよ。楽しい酒か。まあ確かに少し手札を見せすぎたかね。前だったらボディーガードが止めてくれてたんだけど。おっと、どうやら水を差しちまったか。春日君は野暮なことも全部口に出しちゃうからな。俺は少し酔いを覚ましてくるよ。そうかい、気が向いたらまた飲んでやってもいいぜ。いいね、その言葉、そっ
くり返すよ。ああ楽しみにしとく。よ、足立さん。おう、春日。この間は示談交渉に付き合ってくれてありがとうな。いいってことよ。それにしても笑っちまうよな。足立さんが資産家で、俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。俺に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ。いいね。早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。ん、足立さん、あれって、たかし。おい、だがバカよせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろ。高志に見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えて、あいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして隆と長谷川はグルだったのか。おい、どういうことだ隆。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ。文句あるか。金がない。資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男足立だよ。え、足立さんは隆が気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前恩をあだで返しやがって。隆、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ。表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。やめるな。やめるとなんだ。俺の番だな。かかってこいよ。やってみろ。かまっすぜ。おっしゃ。俺の番か。ほら来いよ。やってやろう。よし、行くぞ。とっておきだ。ほら、派手に使うな。すみませんでした。お前、俺がどんな気持ちでこの20年間。おい、康介。隆君。さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ。示談交渉ってなんだ。僕には全く身に覚えがないぞ。隆君。僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ隆君。ちょっと待て、お二人さん、話を整理させてくれ。これは俺が隆に送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために。隆は
この僕です。君がたかし？するとこっちは僕のルームメイトのコウスケです。学生時代は二人で弁護士を目指してたんですが、コウスケは司法試験を諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。たかし君が資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて、本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください。山田さん、いや足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように、その一心で僕は司法試験に受かったんですから。受かった。司法試験に合格したのか。はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当に本当によかった。これも全て足立さんが援助していただいたおかげです。なに、あれっぽっちの金別に大したことねえよ。とはいえ僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。え、そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃ高志君に一本取られたな、足立さん。間違いねえや。いや、しかしよかったな、足立さん。たかし君ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろ、弁護士になるのって。ああ、大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろ。大したもんだよあいつは。足立さんの心遣いが高志君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。俺の金がもしなかったとしてもあいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ春日。なんだよかしこまって。いや、お前といると大変なことも多いが、なんだかんだで楽しいわ。お前に会えてよかった。俺はそう思ってるぜ足立さん。奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。ねえ、最高の相棒に乾杯。乾杯。飲んでるか、ナンバー。おお、一番。ちょうどよかった。お前に話があるんだ。なんだよ、かしこまっちゃって。ちゃんと謝りたくてな。お前に嘘をついてたこと。偽札を追ってた件か。ああ、すまなかったな。いいってことよ。弟さんも無事に解放されたし、終わりよければ全てよしで。ただ少し気になるのはどこまでが本当の話かってことだい。例えばお前が看護師だったってことは
そいつは正真正銘本当だ。じゃなきゃお前の傷の手当てなんかできやしないぜ。そうだよな。なら病院の薬を盗んで横流ししてたってことは、それがバレて看護師免許を剥奪されたって言ってたよな。それに関しちゃ、まあ本当でも嘘でもあるな。どういうことだ。この話をするのはお前が初めてだ。ちょいと長い話になるが構わねえか。ああ、話してくれ。俺は小学生の時にナイチンゲールの伝記を読んで看護師になろうと決めたんだ。彼女のように人の役に立てたらどんなに素晴らしいだろうと思ってな。だが実際看護師になってみると、夜勤は眠いし、患者のわがままには振り回されるし、しんどいのなんのって、次第に俺は仕事の手を抜くことばかり考えてな。ナースコールが聞こえないふりをしたり、サボって昼寝できる場所を探したり、すっかり初心を忘れて40手前になった頃だ。新人の看護師で水江って子が病院にやってきた。彼女は自己紹介でナイチンゲールに憧れてと言っててな。難波と同じだな。きっかけは同じでも俺とはまるで違ったよ。水江ちゃんはどんな患者の声にも真剣に耳を傾けて一切手を抜かねえ。その上いつも笑顔でさ、まるで天使みてえな子だったよ。惚れたのか。バカ言え。向こうは23歳の花盛りで、こっちは40目前のおっさんだぞ。愛がありゃ年齢なんて関係ねえだろう。年齢なんてのはただの数字なんだ。それより大切なのはハート、心だろう。俺もそれくらい情熱的に生きてみてえよ。難波だって看護師になった時は情熱を持ってたんだろう。それなんだよ。それ水江ちゃんを見てると俺にも看護師を志した頃の熱い気持ちが蘇ってきてな。今一度真面目に仕事に向き合おうと思ったんだ。そいつはいい兆候じゃねえか。だけどこっちはもう中年だろ。体力がかなわねえ。ある晩夜勤に入ってると猛烈に眠たくなってな、こっそり仮眠を取ろうとして病院の裏庭で横になったんだ。すると背後で物音が聞こえた。振り返るとそこには倉庫があってな、病院で使う薬を保管している倉庫だ。そこから水江ちゃんが出てきたんだよ。薬の補充か。難波はサボってんのに水江ちゃんは真面目だな。いや、俺たちの病院じゃ薬の補充は薬剤師しかできない決まりになってるんだ。俺や水江ちゃんは看護師だ。倉庫に入ることはねえ。だったらなんで水江ちゃんは倉庫から。あの頃病院内には妙な噂が流れていてな。妙な噂。倉庫に保管してる薬の数がリストと合わないんだ。まあ、そこで誰かが薬を盗んで闇で横流ししてるんじゃないのかってな。まさか水江ちゃんが。ああ、倉庫から出てきた水江ちゃんの手にはしっかりと薬の箱が握られていたんだ。なんで水江ちゃんが薬の横流しなんて。話には聞いていたが、水江ちゃんの親御さんには借金があったらしくてな。彼女は給料のほとんどを渡して返済を手助けしてたんだ。だけど借金の額は一看護師の給料じゃ返しきれないほど莫大だったんだろう。じゃあ彼女は返済を助けるために薬の横流しを。
ああ、俺は水江ちゃんが薬を盗み出すところを目撃しちまったってわけさ。だが水江ちゃんの方は俺が見てたことに気づいていなかった。こんな時、一番ならどうする？水江ちゃんを追いかけて捕まえるってのが正しいんだろうけど、彼女は望んで犯罪に手を染めるような子じゃないんだろ。ああ、親御さんのためにやむを得ずやっちまったに違いねえ。それに薬の横流しは犯罪には変わりねえが、誰かを痛めつけるような罪じゃないしよ。横流しが発覚して彼女が病院をクビになりゃ、借金返済は一層遠のく。それを考えるとどうするべきなのか悩んじまうよな。お前も俺と同じタイプで嬉しいよ。結局俺はどうすることもできずに黙って彼女の後ろ姿を見送っちまったんだ。この世にたった一人だけ許される犯罪者がいるとすれば水江ちゃんに違いない。そう信じて何も見なかったことにしたんだ。その後水江ちゃんは倉庫で水江ちゃんを見てから少し経った頃だ。院長が薬の一件に関して警察に盗難届を出すと言い出したんだ。それまで警察には届けてなかったのか？ああ、病院のメンツに関わることだから、なるべく内々で解決したかったんだろう。だが一向に犯人が見つからないことにしびれを切らして、ついに警察へってわけさ。警察の捜査が入るとなると水江ちゃんは犯人だとバレるのも時間の問題だ。逮捕されれば前科もつくし、新聞に名前も出る。まだ若い彼女にとってそいつはあまりに一刻だと思わねえか。それに比べて俺はどうだ、中年の独身男。どんなに心を入れ替えても今さらナイチンゲールのようにはなれねえ。こんな俺が残るより彼女が残った方が医療業界のためになる。そう思わねえか？もしかしてナンバー、お前。ああ、俺が名乗り出たよ。薬を盗んで転売してたのは俺ですって言ってな。それでナンバーは看護師免許を剥奪。ああ、当然病院もクビだ。そこまでして水江ちゃんのことを。その後彼女からは何かなかったのか？電話とか手紙とか？特にねえよ。俺が住んでた独身寮もクビになった日に追い出されちまったしな。後悔はしてねえのか？それからほどなくして弟の失踪事件が起きたんだ。仮にクビになってなくても自分から辞めてたさ。後悔なんてしてねえよ。強いて言えば水江ちゃんが海外に旅立つ際には見送りに行きたかったけどな。海外に旅立つ？うん、水江ちゃんは医療の発展しない途上国に渡って一人でも多くの命を救いたいって夢があったんだ。まさにナイチンゲールだな。うちの病院は海外派遣制度っていうのがあってな、3年以上働いた看護師が利用できる。水江ちゃんは今年で3年目。きっと制度を利用して渡航するはずだ。それなら見送りくらい行ったっていいじゃねえか。無理だよ。いつ経つのか日にちもわからねえ。看護師時代の同僚に聞けば渡航の日にちを教えてくれるだろう。バカ言え。俺は薬の横流し犯のレッテルが貼られてんだぞ。今さら同僚に連絡できるかよ。ちょっと二人さん、深刻な顔しちゃって何の話してるのよ。のう、さっちゃん、だいぶ飲んでるみてえだな。まあね。それより教えなさいよ、何の話してたのよ。ナンバのホームレス体験記ってのが壮絶でな。ホームレス体験記？なんせ家がねえから便所がねえわけだよ。腹壊して下痢なんかした日に。汚い話ね。
もう少し色気のある話でもしてるかと思ったのに。本当に男っていくつになってもバカなんだから。気回してくれてありがとな。いいってことよ。まあいつか最後にも打ち明けるよ。ただしあいつが酔っ払ってねえ時にな。間違いねえ。それでは。何か。頑張ってください。なんか文句あんの？頭かち割ること。ほら、かかってこいよ。せーて、してみろ。叩きのめす。態度でかいね。俺の番だな。来いよ。来ねえ。見せてやるよ。ほら。また強くなっちまったか。なめんなよ。邪魔だよ。ドトール入りましょう。逃げるなら今のうちだぞ。よし、行くぞ。とっておきだ。来いよ。よし。
の番ね。してみろ。邪魔だよ。何だよ。え？態度でかいね。逃げるなら今のうちに。見せてやるよ。来い。おい来た。とっておき。おいよ。あっち。ほら来いよ。怖いの。え、くらえ。やんのか。な、もうえ。ほら。さて。叩きのめす。してみろ。プレゼントだ。せやかって。あっち。やってやるぞ。俺の番だな。やんないね。ほら。よし。あっちだ。また強くなっちまったか。それでは。どちらまで行く？それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。